どうもー皆さん、こんばんはー。こんばんはー。イヤホン TV のお時間でーす。はい、この番組は、はい、イヤホンとヘッドホンの専門店、イヤホンがお届けする情報番組です。はい、毎週月曜夜9時から、イヤホンとヘッドホンについて、うん、楽しく、うん、もっと楽しくもっと楽しくもっと気軽にをモットーに放送している番組です。はいはい、これが決まったことがない本当だよ、ね、ブランク毎日毎週やってるのにでも150回超えているというのはね、うん、全然ねこれがうまくいかないんですよね。あかんな、なんでですか、これ言いにくいですよねそうですかいや、もうもっとが多いね。まあね、鑑定じゃあ貼っときましょう、これから、うん、もっとも、もっとモットーにっていうのはなんか僕は違う気がするそうですかね、そんなそこに違和感出してない100回ぐらいやってますけど今更今更違う気がする、はい、来週から変えましょう。そうですね、はい、考えましょう、ね、はい、はい、さあ、はい、僕は、うん、この、うん、1週間、うん、アメリカに行ってました。お帰りなさい、はい、おなさい、はい、どうもソーシャルもお帰りと言ってくださって、うん、ありがとうございます、うん、自己紹介はいいんですか今その。あ、なるほどね、そこに持ってあ、ごめんなさい、閉じた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 、そこなんかアメリカ帰りのタックンですから。あ、なるほどね、そういうことね。はい、タックンです。なんか僕がグダグダスさんになってますけど、忘れてます、はい、新品担当、イヤホン担当、モミタスです。よろしくお願いします。モミタス、はい、はい、中古側買取担当、ユーキャンです。ユーキャン、ユーキャン、はい、安定のグダグダ感なんか僕がやるとグダグダになるじゃないかっていうなんでしょうね、ね、気のせいじゃないですよね、うん、はい、ということでね、今夜もいつものメンツで1時間お送りしていきたいと思います。はい、ではまず週間売上ランキングいってみましょう。こちら、ドン、週間イヤホンランキング2013年9月2日から9月8日のランキングです。はい、では第5位、はい、シュワー SE215、うん、第4位ビーツバイドクタードレイビーツツアー、うん、第3位フィリップス SHQ3007-28、お、第2位シュワー SE215SPEA、 そして第1位フィリップス SHE9710、 はい、シリーズですね、はい、新しいシリーズです。そうですね、今日のゲストはユイの方だというのに、はい、日本が入ってない空気を呼んでくれ大丈夫か、頼む、あっし、しまったです、ね、はい、ここで1位はフィリップスの SHE9710 ということで、はい、うん、9700という97という大人気のモデルが後継機という形で出てきたモデルですね。はい、あのケーブルも1本で長くなりましたし、プラグも L 字ということで非常に使いやすくなっているモデルです。はいはい、画像もね、青っていうカラーが出てるんですけど、4色、うん、展開に、はい、なっています。ます4色展開になっています。全員技を全員よ、ね、なんか新しいなと思って。新しい。わざわざ言われても新しい感じ。はい、じゃあ次行きましょう。はい、こちら次はヘッドホンランキングです。はい。第5位、ビーツバイドクタードレイビーツソロ HD、うん、第4位、コスポータプロ、うん、第3位、オーディオテクニカ ATH-T400、うん、第2位、ソニー MDR-1R、はい、そして第1位、クレシン C515H、うん、これあれですね、うん、空張りずるいな、うん、ですね、そうだね確かにずるい、今更やけど、空張り有利よな、うん、まあね、選べるっていうね、うん、でも面白いのは先週1位がビーツソロで5位が C515 だったんですよ。ああ、そうかそうか。そう、逆だったんですよ。それ以外は今のリアクションなな、やばい、僕のせいですか今の。今のリアクションやばい、やばかった。へえ、気に抜けてたね、マジで。ちょっと、まあ、久しぶりのランキングでポータブローが来てると、ね、そうね、はい、それぐらいです。起きてって書いて起きてますよね、僕は起きてますよ、元気ですよはい、じゃあ次行きましょう、次こちら、はい、ポタアンランキングです、うん、第5位フィオ E17、うん、第4位長いな長いんですビットトレード1、うん、AD00031 電流機関式ヘッドホンアンプ、はい、第3位フィオ E12、はい、第2位ビスパー BSPPHPA03EB ワイネットベルメリオ、いいやめってる第1位フィオ E6 です、はい、はい、です、
まずこの電流機関式ヘッドホンアンプ、うん、これね、うん、面白いですよね。ほう、僕作りたいんですよ、うん、まだ作ってないんですか。まだそう、空き部分はできてないんで。そうですね、これね、電流機関、うん、はい、はい、電流機関ちょっと難しいですけど、うん、一般の方式とは少し違う方式です。はい、詳しく説明すると、うん、今日一日終わってしまうのであかんすね、はい、今度そうですね、また今度なんか特集であれだね、1時間でいいキャン組み立てられるかとか言ってみたい。僕がですか、1時間でどこまで、あの24時間テレビのマラソン的なで58分ぐらいで完成して音ならんさよならあるあるじゃないですか、あるあるじゃないですか。ね、そんな感じで、はい、うん、お第2位ワインレッド、うんうん、これね、思いのほか僕すごいドキドキしてたんですよ、うん、発売日が9月7日、はい、僕いない、そう自分がこうね、監修して作ったやつなので、これ全然人気なかったらどうしようと思う、うんうん、ね、帰ってきたらよう、はい、ね、人気って良かったですね、視聴、はい、もなんといってもね、制作に半年かけてるのに無駄に時間かけてるかけてますから、そうなんですよね、そうなんです、あのビスパの方と、はい、うん、1個パーツ変えて試作作ってきましたわがままに、どんだけ細かいねみたいなこいつめっちゃ嫌やなって思われてるかもしれないですけどね、ワインレッド欲しい、ワインレッド欲しいっていう方がいらっしゃいます。よかったです、よかったです。初回入荷分は終了しちゃったので、ちょっとね、いろいろパーツの問題で次回が10月頃の入荷予定ですね、はい、ぜひご予約いただければと思います、はい、最大生産台数が言ってないですが50台となってますので、あ、そうなんですか、そうなんですよ、ほんまにもう結構ギリギリですよ、ぜひオーダーしてくださいね、よろしくお願いします。はい、では次、はい、こちら、次ワイヤレスランキングです、はい、第5位ジャブラスポーツ、うん、第4位プラントロニクスマーク2、うん、M16 第3位ソニー SBH20、うん、第2位プラントロニクスバックビート5、うん、第1位プラントロニクスボイジャーレジェンド、イエス、あ、1位全然変わらないですね、強いですね、ワイヤレス、うん、強いね、ヘッドセットって言ったらいいのかな、うん、何でしょうね、僕あんまヘッドセットを使う環境にいないというか、うん、どういうタイミングで皆さん使ってるのか、うん、ゲーム、うん、ゲーム、ビジネス、スカイプ、今日よくでもトラック運転してる方はもう大概つけてるイメージ、あー、大体すれ違う時とかもつけてらっしゃいますね、イメージは確かにある、あれやね、なんか今の一言で、うん、こう肩書きじゃないけど、うん、トラックの運転手におすすめ、うん、分からんもんだな、寄りすぎ、偏りすぎて次の逆に需要が減ってはい、うん、全然 OL の方でもつけれるんで、これは逆に OL の人つけたらちょっとなんかちょっとね、なんかあれみたいな、スパイ、スパイ、そう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 、イメージ、そうそうそう、女スパイみたいな、あれみたいな、 CIA もびっくりするちょっと怖い、ね、はい、まあしょうもないことはさておき、最後にこちら、しょうもないこと、据え置きアンプランキングです、はい、第5位オーディオテクニカ ATHA26D、うん、第4位フォステックス HPA3、うん、第3位フォステックス HPA8、うん、第2位オーディオクエストドラゴンフライ2、うん、第1位オーディンスト HD ミニおーオーディンスト MX1 じゃないんですね、先週 MX1 が1位で、うん、据え置きは結構動く感じ、うん、ミニと MX1 はなんか毎週交互になんか変わってるっていう感じがしますね、うん、ドラゴンフライは今は在庫はちゃんとあるのかな、あったはず、確か、はい、はい、あります、ということで、A、戻していいでしょうか、はい、そんな感じです、そうですね、うん、あのソーシャルに赤いボタンをサザビーと呼んでる方がいますが、あのそうです、あの先週それでだいぶ盛り上がりまして、うん、はい、もうサザビーってことにあの名前はもうそれで決めぶっちゃけぶっちゃけぶっちゃけちょっと意識しちゃったかもしれない、うん、やっぱりかそうなのか、そうですね、でほらあの応募でもらえる金色の方、ああ、あれはもう 見せました、あ、見せました、あれはもう百式と、そう、百式、あの、ええ、何を隠そう、ええ、岡田さん色選んでくださいって言われたんですよ、うん、僕色なんて選んだことないから、うん、
何かからヒントをもらおうと思う。ネタバレですね、これ。かっこいいのにしたい。ああ、なるほど。で、かっこいいものをこう連想してたら、なんか、うん、急にサザビがバーンって出てきて。これや。閉めたこれや、と思って。サザビの画像を閉めたこれやで、ディスパーの人にサザビみたいにしてくださいって言って、どういうことですかそんなにもすよって。それそうですよ。でもうついでなんで、なんか1個ぐらい金曜ナンプ作ってくださいって言って作ってもらったの。そしたらそう、金色のアンプはちなみにあの中身まで金色っていう非常にこだわって作ってます ね、うん、ね、あんま音は良くないらしいんですけど、ね、音それ言っちゃうんですか、ね、そんなのもうん、ぶっちゃけ金色にこだわって作ってる。あ、なるほど、ね、もう見た目重視っていう。そう、あの普通やったらコンデンサーもいろんなメーカーの組み合わせたりするんですけど、あれ全部日光の金色のコンデンサーを積んでる。ガンダムシリーズですね、はい、そうですね、パワーダウンしませんよしないですよ。ちなみにあの普通のビスパのアンプと比べると、うん、あのカレントモードっていうのに近いんですけど、うん、電池の寿命をちょっと早くして、うん、燃費悪いんだけどすごい強いみたいな、出力が強いみたいな感じになってますね。本当にサザビーと100式だったんですけど、まあ、ここだけなしそうなんですよ、うん、そうだったんです。リスペクトっていうことでね、うん、もう去年はね、あ、去年、昨日、先週か、先週もそれでだいぶ、うん、そうですね、ソーシャルが盛り上がってました、はい、はい、はい、さあ、はい、じゃああんまりだべっててもあれなので、そうですね、今回のいい時間です。テーマは、はい、こちら、デレン、アルティメットイヤーズ本社ラボ視察レポートということで、ゲストの方をお呼びしましょう。はい、ユジンさん、お願いします。はい、どうぞ。お願いします。はい、はい、席替え中です。あはい、はい、じゃあ画面を戻します。はい、はい、どうも、こんばんは。こんばんは。急に、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ自己紹介の方お願いします、はい。アルティメットイヤーズで、製品担当をしております、ユージンと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ユージンさん。はい。ちょっと名前だけ聞くと、うん、どこの方かなと思われる方が多いと思うので。はい。台湾です。はい。台湾国籍。パスポートが、はい。いろいろ大変なことになってます、ね。そうですね。はい。ちょっと違う場所に誘導されて、ね、すいません。お待たせしてしまいました。いろいろありました、ね。はい。はい、そうですね、楽しい旅でしたね。楽しい旅でしたね、はい、ということで今回は、はい、僕とユジンさんと、うん、あとロジクールの、まあ、社長の方とご一緒に、うん、一応3人で行きました、はい、で後からプレスの方が合流した形で、うん、なるほど、はい、最初はこの3人で羽田から立ちました。で順番を追って、うん、ご紹介していこうと思いますので、はい、僕、はい、簡単にスライドショーを作りましたので、うん、それを見てみましょう。はい、おっと。電源が落ちました、ね。急に、急にブームが。びっくりしました。行きましょう。はい、じゃあ、はい、行きます。うまく流れなかったらごめんなさい。はい。はい、さあ。あと。途中から始まっちゃいました。なんてことだ。これどうしたらいいんだろう。ちょっとお待ちくださいね。うん。今、多分安定に。よくありますよね。あるよね。そういう日もあるよね。途中だね。なんでちょっと間違いないね。うん、よくこの短時間で作りましたね。ね、そうなんですよね。暇なのかっていう、ね。多分ぐったりしてた。ちょっと待ってからね。これどうしたらいいんだろう。スライドは普通に行ってますけど。うん。流れてますね。流れてます。すごく多分途中だと思う。すごい途中。話すごい途中に流れちゃってるね。ちょっとごめんなさいね。うん、カメラ一回戻しますね、うん。ポロシャツがまさに優位ですねっていう。いいですね。そうですね。それはね、ロゴもちゃんと入ってる、はいはい。これどうしよう。もうこっちでいいんじゃないですかね。ちょっと保険の方でいきましょう。これは、ね、そう、それです。ぐるっと回してもらって。ぐるっと回してもらって。そうか、動画途中から始まるのか。いや、ではよく。そうですね。不明の中でよくあることで。そうなんです。いや、もうちょい前出せる？もうちょっと前。前出してもらって、ほら、怖いですね。いいね、電源そこら辺で、いい感じですよ。見えますか？はい、じゃあ、行きます。行きましょう。よっしゃ。
流れてるんですね。暗いな。これ羽田空港ですね。はい。羽田空港は国際線ターミナルが最近新しくなりました。あ、そうなんですね。はい。ここから行くんだって。ね、中もね、うん、和風っぽい感じの、うん、見づらいな、見づらいな、これ消そうか、うん、消した方がいい、うん、それ消したら読みライトオフ、ね、そう、まだ飛行機乗るとこだから大丈夫だ、ね、そこから行くんやみたいな。結構写真撮ってたんですね。そうです、いっぱい撮ってたんですよ。乗りましたね、飛行機。暗いな、これ暗いな、これね。自分の写真、今画面は写ってれば大丈夫、ね、うん、まあ大丈夫、はい、はい、はい、あの飛行機の中ノイズキャンセルのヘッドホンがありました、うん、ソニー製でしたね、うん、これシュールだね。バカンス、バカンス、バカンス、これ地味やな、うん、いいキャン止めてって言ったら止めてる、うん、はい、もう綺麗に撮れてます ね。あっち晴れてたんですか。ちょっと晴れてましたね、最後の日だけ。そうですね、ちょっと雨降りましたけど、カリフォルニア州のロサンゼルスですよね、うん、はい、からちょっと南に40分ぐらい行ったところですね、はい、そうですね、はい、お、で、ユキはいきなりストップ早く、早く、めっちゃ、めっちゃ映ってるからしゃあない、しゃあない、はい、これちょっとカメラこっちに向けます。ああ、そうだね、ユキはモニターをカメラの前で持ち上げる。そうだね、それがいいね、見やすいですね、こっちが見やすいね。あ、ちょっと下げてもらって、ちょっと下げて、すごい、本番中に調整するって、ちょっと下げて、はい、すごい斜めだ、あ、いいね、あ、いいね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 、はい、こちらが、はい、ロジテックさんのアーバインラボというところです。はい、アーバインっていうのは地名ですよね。はい、地名ですね、はい、で、このアーバインラボは昔、うん、アルティメットイヤーズがロジテックに買収される前に本社だったところですね、うんうん、ちなみにユジンさんはこの地域に非常に馴染みがあるということで、はい、そうですね、5年ほど住んでました、うん、ここの大学だったので、はい、なんたる縁っていう、そうですね、そこに今勤めてるっていう感じですね、はい、後で知ってびっくりした。座らほうが良さそうね。忙しいと思う。そうだったらね、顔だけね、いい感じに出てる、状態うざいって。なんか、胴体みたいゆうちゃん、次行こう。忙しいから、はい、忙しいからね。はい、うん、よいしょ。で、ここら辺は企業地帯というか、はい、そうですね、もう、そうですね、オフィスがですね、結構、まあ、ちっちゃい会社がいっぱい、一つの一角に、ね、同じ形のオフィスがたくさんありましたね。そうですね、これがエントランスです。で、中に入ると、うん、入らない入った、いきなりギターがうーん、もう全部サインが書いてました。これ歌ってる人誰ですか。誰？いいですね。行きましょう。行きましょう。そこを突き抜けるといきなりスタジオというか、うん、ミニスタジオがありますね。パワーテーザミュージック。はい。で、これがユイラボです。結構広いラボでしたね。うん、じゃあ、はい。じゃあここでストップ。はい。はい、じゃ今のラボ。で、はい、このアーバインの工場というかラボでは、うん、アルティメットイヤーズのカスタム IM をすべて、うん、そうですね、すべてここで作ってます。なので日本からのオーダーもすべてここに、はい、ここで、はい、来て、すべてが、はい、作られて出荷されますね、うん、はい、ちなみにうちのスタッフの分ぐらい、はい、ありましたね。あ、見ました、うちのスタッフの分あると思ってちょっと面白かったです、ね、あ、そうなんだ、はい、写真撮ってきてあげればよかったですね。そうですね。じゃあここでは、はい、カスタマー EM を作ってるということなんですけど、うん、僕たちは実際にそのカスタマー EM を作る工程を見せていただけましたので、うん、それを紹介していこうと思います。まずインプレッションがこの針というか、うん、なんかピンセットの尖ったやつみたいなのに刺さってるんですけど、 この緑のがインプレッションです。で、このインプレッションは、うん、通常のインプレッションだと耳の外の方まで型を取ってるんですけど、そこを削ぎ落として綺麗な形に整えてから、うん、あ、そうなんですか、はい、
使われています。なので今ここに刺さってるものは、通常僕たちがよく見るインプレッションのこの外側がグニャーって広がってるやつではなくて、そこが切られたタイプ、実際にそのカスタムの形に近いものになりますね。これをまず、まあ、オイルというかコーティングします。じゃあゆきは再生を。よいしょ。でもこれ動画じゃないですよ、つけるとこはないんですけどこれをつけて、うん、でこれがコーティングされた後ですねでコーティングされたものを小さなケースに入れて一気にシリコンを流し込みます、はい、でこれをすることで何ができるかっていうと、はい、メス型ができます。これが一回止めてもらっていい？とメス型が、うん、まあ、いわゆるユーザーさんの耳に一番近いもの、いやそうです、最初に作るメス型は特にインプレッション何も調整されてない、うん、形だけ切り落としたものなので、うん、一番ユーザーの耳に近いものを、うん、1の型というか、うん、メス型をシリコンで作ります。でこれを作ることでインプレッションの素材若干、まあ、月日が経つと縮んでいってしまうんですが、うん、このシリコンの素材は縮まないのでメス型を指は全部保管しているという、なのでいつでもその人の耳の状態がどういうふうになっているかというのが調べられるようになっています。でもう一個インプレッション使います。先ほどのインプレッションを今度はちょっと加工します。ゆきゃん、じゃあ再生を。はい、ここですね、くぼんでるとことかを職人さんがパテなどで埋めて綺麗な形に整えていきます。でこれからさらにまたメス型を作ります。それが第2の型で、この第2の型を使って実際僕たちのカスタムは作られていきます。最初のあのメス型ってもう本当に最終品ができた時にそれで一回テストするんですね、うん、でもう本当にちゃんと密閉が取れてるかっていう確認にも使うので、本当に一番最初のメス型はすごく重要になります、ね、はい、はい、でここで製作用の型が作られまして、うん、こんな感じで手前のが製作用の型ですね。結構グニャグニャして気持ち悪いですよね触ってみる。うん、でこれすげえストップ、これは綺麗、これ全部シェルカラーです。一個一個カラーが調合されていて、この一つの茶色い瓶で一色になってます。ユイはカラーがかなり多いですよ ね、 すね、実際60色ぐらい、ですね、多分今イヤホンさん の、 サイトにあるものって一応まあそこがまあオーダーできるものなんですけど、はい、実は言うと過去に作ったものとかを全部合わせると、うん、多分もう全然倍以上多分あると思うんですね。ただやはりすごい近い色とかで結局選ぶときに選びづらかったりするものもあるので、はいはい、まあ、その辺は結構省いて今は整理がされていますね。 なので昔作った人がその色がないこともあったりすると思います。はい、はい、なるほど。でこの液を、うん、この次のが面白くて、先ほどの製作の型に、うん、なみと流し入れます。実際液体なのでこの時は揺するとすごく波打つというか、うん、本当に液体ですね、中に入っている。でこれを機械に入れます、うん、この機械は UV、まあ、紫外線の機械ですよね、うん、これで短時間ピッとやることでシェルの外側だけを固めます。うーん、シリコンの型についている部分だけを固めて、残った部分はこのように瓶の中に戻します。なるほど。そうするとる、ね、はい、固まった部分だけがこの耳型のところに残ります。なるほど。そしてもう一回先ほどの機械にかけて完全に固めると、こういうようなちょっと色が先ほどのとは違うんですけど、うん、こういうふうに型ができてきます。これがシェルの元になるやつですね。うん、実際僕たちがカスタムで使うシェルの、まあ、原型ですね、それをきれいに整えていくと、うん、こういう、まあ、本当によく見るシェルになってきます。
ちなみにさっきのあの UV のあの秒数なんですけど、うん、色によって全部秒数が違うんですね。なのであの先ほどずらっと並んだあのボトルに実は何秒ってそれぞれこうレシピが書いてある。書いてる。はい。はい。でこの時にコネクター用の穴を開けて、うん、でここで一回ストップかな。とシェルの上約 1,2 ミリぐらいを切り取ります。リング状に切り取るんですけど、なぜそんなことをするのかっていうと、あの器のようにシェルになってます。先ほどの固まったシェルは、その器の方の上のいわゆるコップでいうこの縁の部分を上から 1,2 ミリぐらい切り取ると、ビースプレート。そう、シェルの形の輪っかができるんですね。でその中にさらに先ほどの液体を入れて固めるとフェイスプレートができると。なるほど。はい、それがこの工程ですね。でここでフェイスプレートを作成したら、今度はあの先ほどの型に、これちょっと見にくいかもしれないんですけど、うん、型にできたシェルを入れます。そうすると、うん、一部分だけ拡大して見れるかな。見れないよね。見れないかな。これがね難しい、ね、コマンド使わな無理です、ね、いやね、と今ステムが一番上になってるんですけど、その一番上のステムのちょっと内側だけこのシリコンに密着して色が変わってるんですね。ユキヤの画像だとわかるかな。どこっつってもう一回ここですね、ここ。これか。ああ、ここか。ほうほうほう。ちょっと分かりにくいかな。ちょっと分かりづらいですね。分かりにくいですけど、ここに、うん、あの一周するように、うん、シリコンに密着した青いものがあります。うん、実はこれで耳に栓をしているですね。実はあの耳型インプレッションを取ってそのまま作ると実はスポスポで、うん、全然その固定力がないらしいんですね。で、ある一部分だけに帯状にこうリング状にあの盛ることで初めて耳栓として機能する、うん、そうなんですね。で、これはさっきのあのインプレッション加工する第二の型を作る手前のパテで盛ったりする部分で職人さんがここにリング状にパテを持って固定する部分を作るという感じですね。なるほど。はい。すげえ。でこれで工程が進んでいくとこのようにシェルとフェイスプレートが出来上がります。なるほど、はい、ここまでがシェルの製作過程です。続いては心臓部分のドライバー、うんうん、このドライバーの製作過程もかなり面白いですね、うん、ドライバーも最初から組み立てられてます、うん、で、これは次いける？あ、今はいはい、ここであのドライバーを一個組み立てていく方がまずいます。これはもちろんモデルごとにドライバー、使ってるドライバーもネットワークも違います。で、このように例えばこれが18プロだとしたら18プロのドライバーがこのように並んでいます。で、これを実際にシェルの中に入れます。シェルの中に入れると、うん、まあ人間それぞれ耳の形が違うので、うん、ここでストップね。シェルの中に入れると人間の耳の形はそれぞれ左右でも違いますので、うん、左右によって、まあ、ドライバーから出てくる音の違いが出てきちゃいますね。その角度とかによっても違ってくるので、うん、シェルの中に入れた状態でマイクで音を実際に拾って測定用の音を出してそれを、うん、測りながら左右のバランスや帯域がしっかり出てるかを調整していきます。調整方法も、まあ、かなり厳格な基準があって例えば18プロだったら18プロのスペクトラムグラム、うん、グラフっていうあの帯域別のこういう波形がある、ね、波形があります、うん、でそれを本当にここは技術の肝なので、うん、熟練の職人さんが
その一個一個左右のドライバーをその波形に合うようにアコースティックフィルターっていうフィルターを使ってまあフィルターの素材が一個一個違ったりだとか、あとはそのフィルターを入れる長さですね、先ほどのパイプの部分どこに入れるかっていうので左右の音を調整して均一に揃えます。なので左右のバランスが悪かったりだとか帯域の帯域がおかしくなってるってほとんどありえない。ここで全て調整されてしまいます。すごい細かい、すごい細かい、本当全部手作業でですね、本当にあのこう調整をして音流して測定して、であの、まあ、基準の波形にあのぴったり重なるかっていうのをもうひたすら繰り返す、はい、なるほど、はい、ここがすごかったですね。じゃあ次、はい、でその作業をクリアすると、今度は蓋をします。はい、こんな感じで簡単に止めただけですが、ここで止めて次の工程でこのフェイスプレートとシェルを接着してバリを取ります。で、はい、あ、大丈夫、このままで次の工程に行きましょう。接着した後は今度はとモデル名とか名前とかを入れます。この機械を使う、これはケースですかね。そうですね、これはケース用のやつですね、ケースにもそのユーザーさんの名前を入れます、ケースかなりしっかりしてますよね。そうです ね、 ね、これも後であの面白いというか名前らしいぞ結構ケースも考えられてますね。そうですね、いろいろ進化をしています、過去から。この機械がすごくて、一応この工程で全ての、まあ、フェイスプレートのアートワークなども入れられます。レーザーで位置をしっかりと一個一個測定して、しっかりとセンターを出して、そこにこのプリンター白色が印刷できるので塗装の下地に白を乗せてしっかりと印刷することができますで、このようなプレートもしっかりと印刷できるっていう非常に高い技術を持ってますね。ユイはアートワークがほんまにすごい。そうですね、めちゃくちゃ綺麗です。これもさっきのプリンターで作ったんですか。そうですね、全部ここの、 あのこのプリンターで作ってます。事前にもうあのコンピューターとあのプリンターの方をあの事前にもセッティングしてあるので、あとはもうあの先ほどのレーザーの、十字のところに合わせれば、あとはもうデザインした通りに印刷をしてくれる。へー、はい、この時ロゴもここで入れてましたね。はい、でここまで来たらもうほぼ完成で、あとは一個一個がこのように単品管理というか一人ずつで管理されてます、オーダー通りにしっかりと付属品がついてるか、あとはそのアートワーク仕様などに問題がないかっていうのをチェックされて、このようにパッケージングされて、なるほど、ユーザーさんの元に届けられるはい、ゆきはここでストップ早くはい、はい、ここがかなり肝のとこですね。肝ですね。ああ、ここなんですか。そう、これ何かようわからないと思うんですけど、この下にあるのが全てあのこれまでに改善されたものたちですね、例えば、あ、これ懐かしい、これ、次行ってみようか次のページ、次でまた止めて、はい、ほう、これ一番最初のユイのカスタムの箱なんですが、そう、これあの写ってる方はフィリップさんという方なんですが、ほう、フィリップさんも実際にこのユイのカスタムを作った時に子供さんにユイのカスタム来たと見せたそうなんですね、そしたらこのユイのロゴ、ロゴが今だとユイって分かるようになってるんですけど、昔のロゴはU の右側と E がこう一体化してたんですね。はいはいはい、そしたら LE って言われちゃったらしくて、お父さん何その LE って言われてショックを受けてた。そこでロゴを改善するという、はい、なるほど、で今のロゴになってます。へえ、次でも止めてほしいかな。はい、おで、あとは一番左がまあケースですよね、これまでかなり変わってます。上から2番目なんかはその10万円近い商品なのに、そう、箱が安っぽいというか段ボールですよね、これほとんど、すごい軽い感じのやつですよね。あとは
その右手ですね、これがインナーのケースというか、この箱の中に入ってるケースも昔は非常に大型だった。で、アーティストさんがこのカスタムを作って5個作ってくれたそうなんですけど、まあ、この箱5個来ました。じゃあその場で全部5個捨てたらしいんですよ。開けてそのまま納品しに行った時に開けてですね、でこれをありがとうって言ってそのまま捨てちゃったみたいなんですよね。それでそれも、ね、一応製品 その一部なんだけどっていう話をしたんですけど、やはりちょっとやっぱ大きすぎて使えないということだったんですよね。で昔のケースと比べると今のケースの下にある黒いやつなんですけど、サイズがもうほぼ半分ぐらいの大きさで、薄さもかなり薄くなってます。まあ、これでもまだ実際に持ち運ぶ分には大きい方なんですが、まあ、最初に来るものとしては非常に高級感もありますし、その右にあるインナーもこれまでかなりの数変わってます。なので今のケースっていうのは非常に考えられて、中のインナーもしっかりと、もうこれ6回かなモデルチェンジしてますね。それくらいちゃんと考えられていますね。はい、じゃあ次行きましょう。ちょっと待って、これはイヤホンの現行で販売しているモデルのあれになるんですか、このちっちゃいやつは。だと多分次見た方が分かるかもしれない。あ、飛んじゃうかもしれないけど、ちょっと飛んじゃったか。飛んじゃった。現行のケースも変わってますね。現行というか、天プロとかについてたケースですね。天プロのケース、ね、あれも昔のものだとこう、内側を押すとへこんじゃったりするんですが、新しい天プロのものはへこまなかったり。あとは、ついてくるサッシとかもそうですよね。もうどんどんクオリティが高くなってます。やっぱり高級品なので、一生残るものということで、非常に質の高いものにしていますね。だと一番びっくりしたというか、これまではその付属品とかだったんですけど、中身も大きく変更が加えられています。特に顕著なのが、まあ、ケーブルですよね。まあ、ここにあるケーブルだけでも非常に多くの種類があるんですけど、例えばよく一般的なカスタムのコネクタとユイのカスタム、今コネクタが違います。昔は一緒だったんですが、なぜ変更したかというと、やっぱりコネクターに負荷がかかりやすいそうなんですね。特にそのケーブルとコネクターの付け根の部分で断線してしまったり、してしまうことがあったりとか、あとはそのケーブルの錆とかも考えられて、今のケーブル、この L 字のコネクターと少し独特の銀色をした、あれも緑色になりにくいそこですよね。はい、実際に面白い検証をしてるんですけど、やはりアーティストさんって実際にこう仕事で使ってるとやっぱすごい汗かくと思うんですけど、それを結局社員にこうつけさせてずっと汗かかせるわけにはいかないということで、考え出したのはネットでどうやらいろいろ見てたら汗を売っているらしいですね。え？そう、僕もそれ実は通訳を、はい、現場でしてるときに何回か聞き直して、から通訳したんですけど、汗買うのって言ったら、やっぱり実際やっぱ売ってるみたいで、でその汗を買ってきてつけて、で何時間経っても何日経っても変色しないということをテストしています。どこで買える、そういうものがあるらしいですね。汗溜めてる人おるんかな。ちょっと探してみよう。復職的に始めようかな。へえ、はい、次いきますね。はい、すごいな。ということで、なんか日本でいう改善ですよね。なるほど。はい。ちょっとこれストップでしょ。これストップです。で、まあ工場見てたら、それはもうすごいわけですよね。もうこんなにすごいことやってんだってことで、その場でオーダーをしてしまいました。なんと。はい。で日本ではなかなか見ないインプレッションの採取の機械で、そうですよね。これなんかガンになってるんですよ。これこうそれやばいでしょ。右から左にエイリアンやもん。でこのインプレッションはなんか中で膨らむような感じがする。でめっちゃすぐ固まるんですよね。へー、日本だと5分ぐらいかかるんですけど、
実際これ固まるまでに1分ぐらいしか待ってない。じゃあもう入れたらすぐ、そうすぐ取れちゃう。へえ、はい。で、まあここからは見た面白いものじゃないですが、うん、これですよね、 UE パーソナル、結構口開けるんですね、リファレンスモニター。はい、なんか口開けて撮りましたね、うん、そうですね。それはあのやっぱりあの開けた時にあのサイズがやっぱり変わるので、ね、はい、ちゃんと開けてもらわないと。はい、まあ、半殺しでしたね。はい、で現地ではこのパーソナルリファレンスモニターというものがありました。これ何かって多分日本だとあんまりよく知られてないんですが、うん、じゃあ次を、うん、はい、まあ、デザインも非常にかっこいいんですけどね。はい、ここですね、うん、この真ん中にある機械、うん、これで低域中域広域っていうのを変えれるんですね。え、これで、そう、へえ、へえ、へえ、で自分の好きな低域中域広域をこれでチューニングして、その音の波形通りにカスタムを作ってくれるっていう。すごい、音も自分仕様っていう。それがパーソナルリファレンスモニター。はあ。自分だけのリファレンスモニターですね。すごい。それ高そう。はい、一番高いです。でしょうね。だいたい海外で1980ドルでした。1990ですね。はい。はい、10万ぐらい。そうですね。へえ。で、まあ実際まだ日本でやるにはこの機械も導入しなければいけないですし、そうですね、非常に、もう少し先になっちゃうかもしれないですね。そうですね。その帯域もどうやって表現するかっていうのがあるので、確かに。ちょっと先になりそうですが、僕は絶対これは日本に入れたいですね。ぜひ、あの、通な方に自分だけのカスタムを作ってもらえたらと思います。で、また先ほどのウッドパネルがあったんですが、あれもパーソナルリファレンスモニターだけのウッドパネルということで、あれ非常にかっこよかったので、ぜひおすすめですね。これですね。はい、じゃあ次行きましょう。次行きましょう。お、未来への投資ということで、3D プリンターが実際にユイのラボでは稼働してました。へ、まだまだではありますが、クリアのシェルに関しては実際3分の1程度も 3D プリンターで作られているそうです。ですね、まあ、過去に結構長いことを検証してまして、で、まあ、あのクオリティも問題ないです、はい、あのないことを確認して、ね、今少しずつ導入を始めているところですね。はい、今だいたいクリアの3分の1で、昔これ前のタイプなんですが、ちょっとボコボコと、うん、まあ、積層していくので、うん、こうつなぎ目がすごい荒かったりするんですが、今技術が非常に、まあ、研究を重ねてきてかなりシェルの精度が高くなってきて、今通常で使っているものと同じ強度、そして見た目が確保できるようになったので出荷されています。で今後期待できるのは、僕たちからインプレッションをこうデータで送れるっていうのができると非常に面白いかなと。なのでインプレッションを送る時間が短縮できるとか、確かに非常に我々としてはやっぱりあのどうしてもカスタムっていうとこう1ヶ月2ヶ月待つのが当たり前みたいなところはあると思うんですけど、うん、それを本当にあの数週間っていう単位で、うん、あのお届けできればなと思ってるんで、うん、それ日々そこはあの研究してますね、うん、はい。なので今後例えばクリアだけじゃなくて他の色もできたりだとか、うん、今手作業でやってるものよりもかなり精度が高いものにできたりとか、非常に期待が高まる 3D プリンター導入ですね。なるほど、はい、じゃあ次行きましょう。補聴器メーカーも CAD を導入してもらわないとダメですあとこんなものもあります。これ何ですか？ユイのなんかウイスキーボトルみたいな、これウイスキーじゃないんですか？酒並んでるし入ってるじゃないかな、うん、はい、続いてはカマスという場所です。カマス、カマスはポートランドにあります。非常にちっちゃな飛行機に乗って行ったのでかなり怖かったです揺れました、はい、これがロジテックのカマスラボですね。あの先ほどのアーバインの工場と比べると非常に大きなラボですね。うん、中ももうロジテック一色というか、うん、企業っぽいですよね、より、はい、お、これは実はここ、このカマスラボでは
デザインと開発研究が行われています。でここで実際ユイのブームを開発されました。でこの方は、まあ、デザインというか素材、ね、素材のスペシャリストですね、はい、非常に面白かったです、ね、ユジンさんずっと2日間通訳しっぱなしではい、こんな風にかなり多くの素材がこのイーブンを作るまでに200を超えてますね、あの素材としては、はい、うん、これはケチャップを昔の素材にかけてます、うん、でこの UE ブームは、うん、ライフプルーフ、そうですね、という、まあ、日常生活における、まあ、防水じゃないですけど、うんうん、ある程度のその衝撃に強かったりだとか汚れに強かったり水濡れに強かったりっていうのを確保してます、うん、やりましたね、そういえば防水、はい、そうですね、の回の時に全然ね、びくともしないです、ですね、ちょっとの水じゃびくともしないです、うん、で新しい素材はもう水かけるだけでかなり綺麗になります。まあ水これでかけるのは分かるんですけど、本体にめっちゃ水かけてるっていう、うん、これくらいでも全然大丈夫ですね。すごい、こちらもかなり量かけましたもんね、あの、はい、でいきなりバーンと落としたんですよ。おお、実際 1.5 メートルくらいの高さから落とすぐらいじゃ全然びくともしないぐらいの強度は確保されてるということです。はい、で中のこの部分ですね、クラの部分、うん、はい、この白いところですね、あ、なるほど、はい、そこもかなり開発が進められていて、タッチ感とかも考慮されて作られています。でこれは中のドライバー部分の、まあ、テストというかですね、うんうんうん、実際にこの基板とかも含めて収まるのかっていうところと、はあ、あとは音ですね、この筒状のものからどういう音が出るのかっていうのをテストするために作られた、うん、まあ、試作機ですね。なるほどですね、かなりの量の試作機を作って、まあ、実際にやはり、まあ、シミュレーションだけじゃやっぱりわからないので、うん、実際に聞いたり触ったりっていうので、はい、検証しています。ここにドライバーですか。そうですね、実は音決めをやってるというかサウンドを作るのに携わっていた人が女性だった。はい、そうですね。で中もこの細かなスペースにぎゅうぎゅうに入ってますね、うん、この小さなスペースでいかに音をよくできるかっていうのが非常に大変だったようです、うん、でただ入れるだけじゃダメで音が良くなければいけないので、まあ その辺のチューニングも非常に難しかったみたいですね、うん、ただ実際 UE ブームできてくると音すごいいいですよね、うん、むちゃくちゃいい、欲しいですね、ありがとうございます実際こういうところでブラインドのテストが行われてます、うんうん、おー、あー、これテストなんですか。どれが UE ブームでしょうみたいな、こんな感じいっぱい並んでたんですが、ここの前にカーテンがね、かかっていて、実際にやはり目で見てしまうとその大きさとか形とかデザインで結構人間ってこれが音良さそうみたいな感じで判断してしまうので、とりあえずこう真っ黒にして見た目じゃなくて本当に音に集中して評価してもらうという、はいですね、ユージンさんです2回目です。やっぱりね、視覚って結構ね、そうなんですよね、強いですよね、はい、これは試作用の 3D プリンターこれで作ると早いんですよね、はい、なのでテストを行うときはほぼこの 3D プリンターが使われていて、このようにヘッドホンの試作なんかも行われています。ほう、通常ですと結構その外の業者にモックを依頼したりして、で戻ってくると結構なリードタイムかかって、もそれだけで数週間経ってしまうんですけど、やはり本当にトライアンドエラーじゃないですけど、まあ、これ試してでダメだったって言ったらすぐにそれをまた反映させてっていうのをやっていかないとですね、そうですね、結構な量を試せないので、はい、まあ、そういうのを全て社内に持つことでもう日々いろんなことをこう回していける、へ、はい、実際このカマスラボではイヤホンの試作も行われています。これは何ですか。これ先ほどメス型です。ああ、そっか、先ほどメス型、あ、ちなみに野村健二さんがあれ僕が映ってるって言ってたんですね、はい、うん、これが900のモックという、あ、なるほど、こんなものも転がってます。あとは強度のテスト、うん、ですよね、
実際どういう力を加えたら剥がれてきてしまうのかとかも細かくテストされてます。実はこうテストするときに使う機材とかも結局やっぱり市販のものって、うん、まあ、こういったユニークな製品のテストには使えないので、はい、実はその機材も全部社内の3D プリンターだったりそういった機材を組み合わせたりして、うん、自作でやってるんですね。すごい。こういったものも自分たちで作れてしまうっていう、まあ、高い技術力がありますよね、うん。で、あとはその中の基板の、まあ、動作のテストですよね、うん。例えばこれだったら USB のケーブルのテストですね。あとはここの部屋面白かったですね。周りの電磁波とかを一切遮断して、これはその Bluetooth が周りの電磁波にどういう影響を受けるかっていうのをテストするところですね。あとはちょっとかなり技術的に難しいことをやってるので詳しく説明はできないんですけど、まあ、熱とかあとはその電源周りの調査とかそういったところもしっかりと行われています。これは寒かったり暑かったりするのを調査したりとか。おお、そっか、絶対必要ですもんね。はい。もう至る所にストレステストがありまして、ね、もういろんな負荷をかけてちゃんと生き残っていけるかっていうところを、はい、やってます。だからなんかオーブンみたいですもんね、もう。あとは面白かったのはこれですね、 UV 紫外線を当てるやつですね。ほうほうほう、中に入ってるわけですね。はい、うん。でマスキングしてどう影響があったか、変色とか、そうそうそう、でそこでテストクリアできなかった色はやっぱ今出てきてない。ああ、ね、なるほど。一番最初 の素材の、エンジニアのところにまた戻っちゃうんですけども、うん、やはりその素材によってもやっぱ影響を受けやすいものだったりとか、あと、まあ、色によっても変わるので、うん、その辺の最終的な、まあ、判断をしているところですね、うん。はい、で次は音決めのところですね。これはドライバー1個を集音してどのような特性が出てるかっていうのを調べてます、うん。おお、なるほど。これがそのドライバーですね。うん。でまあ全てこの波形を測りながら、うん、実際の聴覚ももちろん使うんですが、うん、クオリティを保つためにしっかりと波形でどういう音が出てるかっていうのをチェックします、うん。でそれを測るのがこれですね。ここすごい。すごい。これ無響室、無響音質でいい、うん、無響音質で一切音が響かないので、実際僕たち中に入ってたんですが非常に気持ちが悪い。気持ち悪いですね。平衡感覚がほぼ、うん、そうですね、バランス取るの難しくなっちゃいますね。うわ、ここなんか敵とかが出てきそうな、ラスボス的な悪いやつ出てきそうな、そういうふうにも使えそうな、はい、すげえかっこいいこの部屋。しかもエアコンもちゃんとあるっていう音には影響しないように配置されてるそうです、ね。でこういう耳型も使ってイヤホンのテストはまあ、こういったものでも行われている。非常にテストが厳しい印象がありましたね。これは900の音を測ってますね。こんな感じ、あらゆる角度から一般の方向けに作っている製品なので非常に多くのテストがこなされています。でこういったとこを得て今ブームが作られて売られていると。次のも面白かったです。なんか中に面白い部屋がたくさんありましたね。これは静電気を基板に与えたらどうなるかとか。どれぐらいの広さなんですか？めっちゃ広いですね。1階、2階、体育館2つ分とか。そうですね。で全部は回れなかったので、そうですね、全体でどのくらいか分かんないですけど、ね、かなり広いですね。ここはラジオの電波とかの影響があるかないかとか、自分たちが発してる電波がラジオの影響がないかとか、そういったものを調べてるところです。かっこいい。でちっちゃな飛行機に乗って弾丸で帰るっていう、弾丸で帰ってきたわけですね、はい。へー、はい。で黒い部分もちょっといただいちゃったなんだろう、はい、なんとお土産だよサプライズで、はい、こんな感じです。すごい。
いきなり出ましたね。いきなり最後に仕込んどいた。実は今日、はい、あのユジンさんから素敵なプレゼントを、はい、持ってきました。いただけるということで、こちらですね、はい、足元にありますね。ユキはちょっとカメラを戻しまして、しまったな、これがあると分かってんや、もうちょっと狙ったな。はい、あ、大丈夫です、多分ちょっとみんなしゃがんでる感じで。じゃあもうちょい上向けて、はい、お、これは、はい、ということで今回のプレゼントは、すごいすごい超レア、はい、ちょっとこれはまだそうですね、普通の一般の市場でちょっとまだ買えないあの製品なんですけど、新色ってことでいいんですか。そうですね、新色というか日本未展開、ですね、そうですね、まあ、うちの、まあ、オンラインのサイトで、はい、ちょっとあの、まあ、特別なというか、まあ、VIP あのアカウントを持ってる人はちょっと一部買えるたりはするんですけど、ただ通常はちょっとですね、あの、まだ買えないものですね。へー、はい、でグリーンと、ピンクになります、ね。欲しい、はい、なんて欲しいよ。なんて、母親に、ほんまに日本にないです。そうですね、いいなピンク、いいな、超レア。こちらのユイブームを2名様に欲しい、はい、さらにさらに、はい、はい、さらに、まあ、これとですね、いやー、これ僕が今着ているポロシャツですね、はい、ユイのロゴ入りですけども、ちょっとユジンさんポロシャツを見せてもらって、はい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 、そうですね、ちょっと裏後ろ回れるか、後ろが狭いのですいません、こんな感じで、こんな感じで UE のロゴがありますね、はい、あと胸のところにも、そうですね、腕にもついてます。結構素材しっかりしてます。ブルーのラインが、はい、ここに入ってますね、入ってるんですね、これですね、これは欲しいですよですね、これで、こちら T シャツは、はい、T シャツ、ポロシャツは、はい、1、2、3、4、5、全部で5名様、一応すべて L サイズとなります、はい、ユジンさんは何サイズですか。これは僕は M サイズですね、M、これちょっと大きい、ちょっと大きいぐらいですね、はい、こちらを5名様で計7名様に、おー、すごい豪華プレゼント、これ欲しいな、ちょっと今回のスタッフをちょっと OK してくれたぜ、ね、私も欲しい、これほんま欲しいんですよ、ほんま欲しいんですよ、スピーカー皆さん、あげたらダメですよ、あとでちょっと番組放送後みたいな、そういう風に言ってるわけじゃなくてポロシャツがそうですね、あ、これ出してなかった、うん、これね、さっきちらっと出ましたが、はい、ですね、はい、ということで、うん、今回もいつも通りプレゼントのキーワードいってみましょう、はい、アドレスの方は akiba@e-earphone.jp、はい、こちらのアドレスに今週のキーワードを懸命に入れて、はい、メールを送ってください、はい、番組の感想などもいただけると非常に嬉しいです、です、はい、はい、ではキーワードいきましょう、こちら、バン、ドン、ジン・ファンデル、ジン・ファンデル、フィンファン、フィンファンネルじゃないですね、違います、ね、はい、今日はガンダムで攻めるの、はい、ジン・ファンデルとは何か、はい、実はロジクールの社長さん非常にワインがお好きだということで、あのワインをご馳走になった時に、はいはい、めっちゃ美味しかったワインのブドウの、はい、まあ、銘柄というかブドウの名前が、品種みたいな、品種がジン・ファンデル、カリフォルニアワインですね、そうですね、アメリカはカリフォルニアで作られているブドウの品種、めっちゃうまかったですね、なるほど、ポートランドでもまた そこで飲んだんですけどあの岡田さんはあの前に飲んだやつの方が良かったのであのおかわりしました、おっと、まあ、それくらいの美味しくてね、ちょっといろいろごちそうになってしまいましたが、今回はジンファンデルを、はい、キーワードに入れて、はい、こちらのアキバ @earphone.jp にお送りください、はい、はい、でそうですね、ユイ900で聞かないとダメですね、ちゃんと首からそうですよ、ヘッドホンやらイヤホンやら、ですよね、でこのブームを携帯してぜひぜひお願いします、首まみれ、そうですね、ポロシャツを着ていただければと思います、いいですか、はい、ジンファンデルですよ、ジンファンデル、ちょっと間違えてもなんとか、はい、フィンファンデルできたらどうしますか、フィンファンデルできたらちょっとそれは却下かな、わかりました、はい、はい、ということで大丈夫でしょうか、はい、
画面を戻しますよ。はい、戻すよ。ああ、羨ましいなと。本気で羨ましいですね。はい、じゃあ戻します。はい。はい。ということで、ちょっと駆け足でね、はい、やっちゃいましたが、ゆい、非常にすごいブランドだというのを改めて再認識させてもらいました。ですね、特にこのラボは、すごかったですね、うん、あと企業の考え方も、うん、結構あのロジテックが日本と比較的多くやり取りをして最初もリコーと提携して、うん、そうですね、あの結構もともとそのロジテックがそのまあ会社スタートした時に結構その日本の企業とこうあのまあ大きなビジネスがあって結構大きくなったっていう、そのまあ一応あのまあ、成り立ちというか、うん、結構あの日本の市場にあの関しては結構昔から、うん、あの関係性が、まあ、強いと、はい、いうのはあります、ね、でそれもあってさっきの改善じゃないですけど、うん、日本の企業にかなり近い考え方を持っていて、うん、そうですね、すごくあのユーザーさんのことを考えてる印象がありましたね、うんうん、でまだまだ良くなる余地もありますし、うん、僕たちに意見をたくさんいただければ、うん、あのゆいの方にもすぐにフィードバックしてくれという話ももらってますので、うん、何かご意見などこう改善したらいいっていうのも、はい、ぜひぜひどんどんいただければと思います。はい、はい、いやーすごいな、やっぱ会社の至る所にねユイのロゴがあったところがすごいなと、うん、ね、働きたいねユイ、ね、そうすごいなたっぷりよね。はい、じゃあ最後ユジンさんから何か、はい、皆様にプレゼンじゃないですか、はいはい、そうですね、今ちょっと岡田さんからもあったんですけど、まあ、ちょっとブランドとしてはまだまだあの認知度が結構ちょっと足りないところもあって我々も頑張んなきゃいけないんですけども、あのどちらかというと皆さんでこう作っていく、うん、あの本当に、まあ、まだねその小さいからできることもたくさんあるので、本当に皆さんの意見を、まあ、一つ一つこう組み上げて一緒にあの、まあ、あのいい製品をちょっと作っていけたらなと思ってますので、あのぜひあのまあ、厳しいあの多分コメントもあると思いますけど、はい、それも含めてですね、あのぜひあの意見をあの言っていただいて、あのできる限りあのそれを反映させて、あの素晴らしい製品を作り続けていきたいなと思ってますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということでちょうど時間も、はい、ユジンさんのお話聞きたかった、すいません、ちょっとまた喋っちゃって、じゃあまたあのいつかそうですね、次は次いつがいいですかね、なんか新しいの来ませんかそうですね、ちょっとまだお話できることはないですけども、ぜひちょっと今頑張ってますのでいろいろ、はい、はい、結構ねユジンさんやり手で、いやいやいや、かなり何カ国語喋れるんですか。中国語、日本語、英語ですね、はい、すごい、全部ネイティブっていう、いやまあどうですかね、まあ一応会話に不自由ない程度ですね、すごい、はい、超かっこよかったですね。いいえ、はい、そうですね、また機会があればぜひいろいろお話をそうですねさせて、はい、あとはまああのイベントとかでもね、そうですね、ですね、はい、もしはい、はい、あのいろいろと動いてますので、はい、そうですね、匂わす程度にしてはい、はい、ということで、じゃあ、うん、今日はお時間ここまでなので、はい、皆さんプレゼントは大丈夫ですか。大丈夫ですか。ユイの魅力も伝わりましたか。うん、ね、カスタムすごいですよ、はい、いや結構ね、これが当たったらもう買うしかねえみたいな言ってらっしゃる方がいるんで、もうあと今お買い得キャンペーンもやってますから、ユイはそうですね、はい、やってます、はい、ぜひぜひ、その詳細出してもよかったですね。そうですね、ページ、ブログのページとか載せてあげるとすごくいいかと。じゃあ後でこのツイッターの方にあげましょう、はいはい、はい、ということで、ええ、じゃあ今日この辺 で、はい、で来週の放送は、はいはい、ちょっとまだ画像がないんですが、はい、オーブさんに、お久しぶりにオーブさんにお越しいただこうかと思います。こっちでですか。はい、こっちです。なんか東京出てくるっつって大阪から東京出てくるそうなんですね。あ、そうですか、はい、はい、こちらもお見逃しなく、はい、はい、では今日の放送はここまで、はい、はい、また来週もお会いしましょう、はい、ではさよなら、さよなら、バイバーイ、消えない、はい
ズズチャツ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  70% di carica。 なんて何語それ。多分ね、うん、70% geladen。 今のはイタリア語で充電 70%。 おー、これがザリアッバタリー70%。 これ何語かわからない。なんでやねん。70% でバテリア。ユイブーム喋る。そう、ユイブームね、アプリがあるんですよ。ユイブームっていう風に調べてもらったら、アプリで、まあこれで言語が変えれたり、70% チャージ。あとはまあバッテリーレベルがわかる、で EQ が設定できる、で。まあ、日本持ってればデュアルで鳴らせたりといろいろ楽しめるんで、ぜひ日本買ってダウンロードしてください。最後まで営業してみました。珍しく。そうだね。結構日本買う人はすごい変態なんじゃないかと思うんですけど、ね、いや相当変態っしょ。ね、友達同士でね、一本ずつで集まった時に2本になるでもいいですけどね。うん、はい、ユージンさんにうまくまとめてもらったので、今日はこの辺で。さよなら。さよなら。充電 70%。